はいどうも、しげぞうです。今回は健康日本21やっていきたいと思います。健康日本21、これね、皆さんご存知でしょうか。21世紀における国民健康づくり運動、略して健康日本21というわけですが、これね、福祉系の試験によく出るんですね。しかも令和6年度からは健康日本21の第3次がスタートしておりますので、なおさら出る可能性が高いと私は睨んでおります。さらにはね、健康で過ごしたい、これは誰しもの願いですよね。そして日本国民の皆様には健康で長生きしていただきたい、そしてたくさん働いていただきたい、そのようにね、厚生労働省様が思っておられますからね。今回のテーマやっていきたいと思います。まずね、健康日本21とは何か。新世紀の道しるべとなる健康施策、すなわち21世紀において日本に住む一人一人の健康を実現するための新しい考え方による国民健康づくり運動でございますね。21世紀における国民健康づくり運動は、すべての国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会とするための取り組みでございます。ではここで社福試験の第31回の問題を見ていきたいと思います。健康に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさいという問題が出ました。で、健康日本21、これ第2次の基本的方向は〇〇寿命の延伸であるということですね。現在はね、第3次の健康日本21始まっておりますけれども、健康日本21第2次の基本的方向は何寿命の延伸でございましょうか。正解は健康寿命の延伸でございますね。はい、これね、平均寿命の延伸ときたら×でございますね。はい、健康寿命とは何か聞いたことありますかね。健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことを健康寿命というわけですね。はい、ではここからは健康日本21の内容を見ていきたいと思います。今回はポイント全体像を見ていきたいと思います。日本では平均寿命が伸びる一方で、高齢化や生活習慣の変化により疾患の構造が変化してきました。国民の健康づくりを社会全体で進めることの重要性が増す中で、健康づくり対策を総合的・計画的に推進するため、厚生労働省は国民健康づくり運動をこれまで展開してきております。1978年、昭和53年、つまりね、私が生まれる前からですね、第1次国民健康づくりがスタートいたしました。こういったね、様々な施策が打たれてきているわけでございます。1988年、昋和63年、これね、私が生まれた年でございます。第2次国民健康づくりがスタートいたしました。こういった様々な施策が打たれてきております。そして2000年、平成12年に第3次国民健康づくりがスタートいたしました。そして健康日本21もスタートしたわけですね。一時予防の重視、具体的な目標設定とその評価、健康増進法の施行、スマートライフプロジェクト開始ということになっておりますね。平成25年、2013年には第4次国民健康づくりがスタートいたしました。健康日本21では第2次でございますね。第4次国民健康づくりの時に健康日本21では第2次ということですね。ちょっとややこしいですけれどもね。はい、健康寿命の延伸、健康格差の縮小を目標、生活習慣に加え社会環境の改善を目指しております。そして令和6年度2024年から第5次国民健康づくりがスタートいたしました。健康日本21では第3次でございますね。はい、前回の第2次健康日本21の評価と課題ですけれども、男性女性ともに健康寿命は着実に伸びつつあることが分かったわけですね。ですけれども課題もいっぱいあるよということで、第3次健康日本21では
個人と社会環境の両面から健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指す基本方針のもとに、人生100年時代を迎え、社会が多様化する中で各人の健康課題も多様化しておりまして、全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現を目指して、誰一人取り残さない健康づくりを推進しているわけでございますね。はい、このね、持続可能な社会の実現、誰一人取り残さない健康づくり、この言葉何かね、聞いたことありませんかね。誰一人取り残さない、我々は誰一人取り残さないという SDGs の原点に立ち返り、各国の体制や価値観の違いを超えて連帯しなければなりません。誰一人取り残さない社会を作ると総理大臣も何回も言っておりますね。そうでございますね。誰一人取り残さないというのは SDGs の原点なのでございますね。 SDGs 聞いたことありますかね。街中の至る所にもポスターが貼ってありますよね。 SDGs サスティナブルディベロップメントゴールズということですね。持続可能な開発目標のことでございます。2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標のことでございます。そしてこの SDGs のテーマが、地球上の誰一人取り残さないことを誓っているわけでございますね。はい、誰一人取り残さない、 SDGs の基本理念でございます。英語で言うと Leave no one behind、 誰も置き去りにしない、誰一人取り残さないということでございますね。 Leave っていうのはいろんな意味ありますけれども、何々を残す、置きっぱなしにする、置き忘れるという意味がございます。 No one、 誰もない、 Behind、 後ろにということで、誰も置き去りにしない、 Leave no one behind ということですね。ちなみに社会を英語にすると Society ですね。 A society that leaves no one behind、 誰も置いていかない社会へという言葉もございます。また関連した言葉としては Social inclusion、 これがございますね。社会的包摂という意味ですね。社会的に全体を包み込むことですね。誰も排除されず、全員が社会に参画する機会を持つこと、これがソーシャルインクルージョンでございますね。 SDGs が大切にしている誰一人取り残さないという理念そのもの、それがソーシャルインクルージョンですね。性別や人種、階級、民族、能力、障害などによって社会参画をする機会が与えられなかったり、不当な差別を受けることがあってはならないわけです。お互いに異なることを認めて、そして受け入れて、尊重されながら生きること、そして全ての人々が生まれながらにして持つ権利を十分に主張できる世界、これが社会的包摂の考え方でございます。ということでまとめますと、日本の健康づくりもね、国際的な目標と密接に関わっているわけでございます。世界の動きと日本の動きがリンクしているんだなと思います。ですから広い視点を持つことが大事だなと思いますね。 SDGs とかインクルージョンとか、いろんなキーワードを自分の頭の中で結びつけていくこと、これが勉強する上で大事だなと思いますね。はい、では最後に確認テスト3問いってみたいと思います。第3次健康日本21では、〇〇〇〇の延伸と〇〇〇〇の縮小を目標に掲げております。基本的方針となっております。この丸に入る言葉は何でしょうか。ではヒントを言ってみましょう。〇〇寿命と〇〇格差。はい、では正解は健康寿命の延伸と健康格差の縮小、これが健康日本21の大事な目標となっているわけですね。では次の問題でございます。2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標といえば何でしょうか。そう、正解は SDGs でございますね。
SDGs、英語で言うと何でしょうか？正解は Sustainable Development Goals、 持続可能な開発目標のことでございます。では SDGs のテーマは何でしょうか？地球上の何とかかんとかすることを誓っている、この丸に入る言葉は何でしょうか？そう、誰一人取り残さないでございますね。これが SDGs の基本理念でございますが、この誰一人取り残さない、これを英語にすると何でしょうか？正解は Leave no one behind、ね、誰も置き去りにしない、誰一人取り残さない、これが SDGs の基本理念でございます。はい、以上今回は健康日本21でございました。今回の動画が良かったよという方はいいねボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。最後までありがとうございました。